はい、こんにちは、じゅんじゅんです。ひやんです。さて、今日やっていくゲームはリトライっていうゲームなんですけど、リトライ名前からしてちょっとループものっぽいですよね。そうね。ちょっとあらすじ読んでいきましょう。今日を初めからやり直す痴漢 SF 恋愛学園アドベンチャー。じゃあとりあえずあらすじ読んでいきましょう。はい。冴えない一日の終わり、送られてきた一通のメール。差出人は時間管理局。今日を初めからやり直すことができる。あの子を笑顔にするために主人公のリトライへの挑戦が始まる。分岐ありの時間 SF 恋愛学園アドベンチャーゲーム、ループもの（疑似）。なんかすごい詰め込んで、時間 SF 恋愛アドベンチャー学園、うん、もの。そうそう、つまり学校でループをする恋愛メインっていうこと。そうそうそう。なんか見た感じ、女の子が2人ぐらいはいるような感じがするので、うん、2人分ルートがあるのかなって思います。一生短めみたいなんでやっていきましょう、うん、じゃあまずはこらこら、踊らない踊らない。はい、まっすぐまっすぐ。はい、初めからやっていきましょう。初めからがトライになってるよ。リトライだからかな。なるほどね。はい、じゃあトライいきます。やばい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 、このままじゃ完全に遅刻する。二度寝ならまだしも、三度寝までするとは。今朝の自分が恨めしい。いや、明日も学校と分かっていながら、深夜までゲームで遊んでいた昨日の自分が恨めしい。めっちゃ走っとるやん。でも、そんなことを考えてる場合じゃない。誰が走ってんの？ティアンが。後悔先に立たず。今は、とにかく走らなくては。走れ。橋口優。橋口優なんだ、お名前は。この名前で友達いなかったら悲しいね。友って名前なのに。はは。間に合わなかった感じじゃん。間に合わなかったんだ。やべ。大丈夫、チャイムが鳴り終わるまではギリギリセーフ。朝のホームルーム終了後。ああ、朝から無駄な体力使っちまった。なぜ人というものはこうも時間に縛られなくてはならないのだろう。1回や2回遅刻したところで人生大きく変わるわけじゃないし、分かっているのにどうして全力疾走。ああもういいや、とにかく疲れた。お、これ男の子、親友ポジションだね、きっとね。必ずいるやつ。西本。ようとも、遅刻なんて珍しいな。ゆうじゃなくて友だったんだ、お名前。机に突っ伏していると、声をかけられた。あら、かわいい。ニッシーもハッシーも、おはよう。リンゴ？リンゴちゃん？リンゴちゃん。ほんとだね。ハッシーが遅刻するなんて珍しいね。ああ、リンゴちゃん、今日もかわいいな。この絵かわいい。ああ、リンゴちゃん、今日も可愛いな。あれ、言っちゃった。口に出しちゃってる。ああ、ありがとう。寝坊でもしたの？軽くかわされた。毎度のことながら、ちと傷つく。全然眼中にないんだ、友のことを。どうも伝わってないんだよな。俺、本気なのにな。確かに可愛い。なんか、アホ可愛い感じ。うん。彼女は、宮園リンゴちゃん。いつも、ニコニコ可愛い、優しい俺の思い人。みなに分け隔てなく接していて、男女ともに人気があるクラスのマスコット的存在だ。いやー、昨日夜更かししちゃっててさ、朝から全力疾走しちゃったよ。でもリンゴちゃんが声をかけてくれたからだいぶ回復。え、またまた、そんなこと言ってくれるなんて、ハッシーは優しいな。う、そんな風に受け止めるリンゴちゃんがまた可愛いよ。そんな風に受け止めるリンゴちゃんがまた可愛いよ。全部心の声出てんじゃん。あはは、もう何言ってんだか。うむ、思った通りのことをそのまま口にしております。正直やな。おいおい、俺の存在無視してリンゴちゃんくどくなよ。主人公結構余裕だよね。うん、いいじゃん、陽キャじゃん。てか、夜更かしって俺が貸したゲームやってたんだろ。その感じだとどうやらハマっちゃったみたいだな。ああ、おかげさまで。寝不足な上に朝食抜きで全力疾走して、その甲斐もなく遅刻食らったくらいにはハマったよ。だいぶハマってんね。おお、よかったよかった。それってよかったのかな。うん、難しい問題だよね。それにリンゴちゃんだから打ち明けるけど、正直そのゲームを仮パクしようか悩んでるんだ。自白しておる。おい、本人を前にして何相談してんだよ。あはは。こいつは西本優也。なんつうか、まあ悪友だ。俺がハッシーで、こいつがニッシー。セットにされることが多い。これはナッカーかな。
ちょっとごめん。なあ、電動糸どこかで見かけなかったか？これは電動糸の子のことかな？多分ね。電動糸？何のことだろう？電気を通す糸のこと。え？え？導線？電気を導く糸で電動糸。なんて言えばいいのかな？見た目は家庭科で使う普通の手縫い糸みたいなやつなんだけど。さあ、見たことはないな。うん、俺も。そうか。どっか校内で落としたと思うんだ。もしそれらしいの見つけたら教えてくれ。もう買いなよ。ああ、わかったよ。なんか帰っちゃった。なんか慌ただしいな。ああ、なんだろうな、電動糸って。今の彼は中川明彦、アッキーか。理系くん。確か電子工学がどうとかいう部活に入ってたはずだ。あれでしょ？ロボコンとか。アルミホイルとかでさ、つないでさ、あのライトピカッとつけたりするやつ。理科の実験レベルだ。よくは知らない。部活かなんかで使うのかな。あれでしょ？学校のさ、コンセントにシャーペンの芯突っ込んでバチッてやるやつ、怒られるやつね。あ、やべ。じゃあな。話している間にリンゴちゃんも席へ戻ってしまったようだ。1限目は英語か。2限目、プログラミング終了後、パソコン教室からの帰り。どうも今日は良くないことが続くな。ため息一つ。ん？どうした？話聞こうか。いや、さっきのプログラム無限ループにはまっちゃってさ、終了したんだけど、どこがおかしいのか分かんなくて。スクラッチとかやってんのか。そうかも。先生に聞いても自分で見つけるのも勉強とか言って教えてもらえなかったんだ。確かにそうだよね、そのさ、仕組み自体は理屈なんだからさ、結局そのどこにはまってるか分かんない、それ自体がプログラミングの考えだもんね。そう、それが大事。次の授業の時分かるかな。考えただけでなんか憂鬱。俺は好きだけどな、プログラミング。いや、俺だって嫌いじゃないけど、バグとの戦いは消耗するじゃん。まあ確かにな。1限目の英語でも当てられたとこ間違えたから田山先生に叱られたし。そんな気にするなよ、よくあることだって。そうだな。でもこの時俺たちはまだ知らなかったんだ。この後彼に、西本に大きな悲劇が降りかかることに。西？そう、俺たちはまだ高校生で、社会の大きな流れに逆らうことなんてできるはずもなかったんだ。社会の流れ。3次元目、世界史終了後。なんでムッツリーニなんだよ。ゲラゲラ笑う俺。最悪だ。なんでってそう思い込んでたんだよ。間違えちゃったんだ。間違えて覚えてたんだ。これが悲劇、世界の流れ。ニッシーは。それにそっちの方が覚えやすいだろ。頭を抱えるニッシー。そういう問題じゃないだろ。再度ゲラゲラ笑う俺。そう、ニッシーはファシズムを展開したイタリアの独裁者の名前を聞かれ、ムッソリーニではなくムッツリーニと素で答えて、クラスを爆笑の渦に陥れたのだ。俺たちのそばを通りかかったクラスメイトが、よう、ムッツリーニ、あれと声をかけてる。かわいそう。これはニッシーのあだ名は今日からムッツリーニで定着するかもな。あのさ、中学校の時さ、英語の授業でさ、こう数字でこうなんか言うときに6っていうのでミスったやつがいた。こんなふうになんて言ったのかな。なんて言ったの。なんて言ったか教えてよ。分かってるくせに。マジ最悪。ま、これも人生経験の一つだよ、西本くん。お前他人事だと思って。いやいや、これでも同情してるんだぜ。お前がそんな勘違いをしているのを知ったら、ちゃんと事前に教えてやったのに。笑いながら言われても説得力ないっての。ああ。ニッシーは肩を落としたまま去っていきます。自業自得とはいえ、ご愁傷様だな。ん？教室の離れたところにいるリンゴちゃんが何やら困っているらしい様子が見える。現代文の2組の友達が忘れちゃったみたいで。他のクラスの友達のために現代文の教科書を借りようとしているらしい。貸し手がなかなか見つからないみたいだ。俺も今日現代文の教科書を持ってきてないよな。こういう時さっそうと現れて力になれたらかっこいいのに、残念。とのんびりしてる場合じゃなかった。次体育だ。早く着替えてグラウンドに行かないと。4次元目、体育終了後、昼休み。疲れたな。返事をする気力もない。今日の体育は30分走。うわ、そんなに？
文字通り30分ひたすらグラウンドをぐるぐる回るという途方もなく体力を奪われる授業だった。寝不足の俺には特に答えた。走るペースに規定がないとはいえ、我ながらよく完走できたものだ。ひどいなこれ。私体弱いからさ、最後まであんま出れたことなかったな。周りを見回すと俺たちと同じように大抵のやつがへばっている。ハードだよね。ほらきつい。とにかく飯食ってエネルギー補給しよう。学食の売店でゲットしてきた焼きそばパンを頬張る。5軒目なんだっけ。倫理だよ。倫理か。それは寝るな。ああ寝るな。確実に倫理の教師は一人でずっと喋っているようなタイプだ。組み合わせ最悪や、うん、特に板書を取らせるようなこともない。生徒が寝ていてもお構いなし。テスト勉強の時は苦労するが、集中しなくてもお咎めなしというのは、居眠りをしたり内職をしたりといったサボりにはもってこいなのだ。練り消し作る内職。練り消しって。あれ、中川がゴミ箱を漁ってるように見えるんだが。探してるのかな。気のせいかね。なんかさあ、その動線まだ探してるのかな、うん、あ、ほんとだ。確かに漁ってんな。それかいじめられてる。いじめられてるか。まだ探してんのかな、なんとかいと。みたいだな、大変だな。とか言いつつ、疲れもあって動く気にならず。そのままだべっているうちに、昼休みが終わってしまった。案の定、倫理の授業中は大半のクラスメートが居眠り。遠くの席でリンゴちゃんだけが真面目に授業に耳を傾けているのを見て感心しつつ。偉いね。俺も徐々に眠りの世界へ引き込まれ、気がついたら授業が終わっていたというありさまだった。5次元目、倫理の終了後。ああ、まだ寝足りないな。6限目は数学か。あと1時間。それが終われば掃除して、ホームルームがあってもう帰るだけだ。びっくりした今。どうした。掃除してエッチして帰るだけって見えた。こら、びっくりした。掃除してエッチしてなんかこう組み込まれてんのか。帰ったら今夜は夜更かししないで早めに寝ることにしよう。やっぱ寝不足は一日全体のコンディションに響く気がする。胃の調子とかもおかしくなるよね。そうだね。ゲームは週末までお預けかな。基本的には俺は真面目な生徒なのだ。なあ、隣のクラスのやつから聞いたんだけど、今日数学の小テストがあるらしいぞ。いや、マジかよ。特に聞き耳を立てていたわけではなかったが、近くの席から会話が聞こえてきた。いや、マジかよ。小テスト、全く自信がない。慌てて教科書やらノートやらを引っ張り出す。もう遅いやろ。全く何もしないよりはマシだろう。そうね、ちょこっとはしてた方がいいのか。机に書いたりしたらダメだよ。公式の一つでも覚えていたらなんとかなるかもしれない。まあ当てはめるだけだからね。6限目数学の終了後、噂にたがわず行われた小テストの結果は散々だった。はあ、今日はどうも振るわないというか、なんというか、なんかパッとしない一日だな。まあ落ち込んでも仕方がない。掃除行くか。廊下をほうきで吐いていると英語の田山先生が通りかかった。会いたくない。どこかに隠れたいところだけど、まっすぐこっちに歩いてくる。橋口、お前真面目に掃除してるのか。それにその髪染めてるんじゃないだろうな。染めてませんよ。嘘じゃない。しょっちゅう疑われるが、もともと茶髪っぽい髪質なのだ。いるよねそういう人。なんか地毛証明書とかいるらしいしね今ね。でもそれおかしいって言われ始めてるんでしょ。そりゃおかしいよね。だって地毛なのに証明がいるなんておかしいよね。うん、本当だろうな。本当ですよ。前から言ってるじゃないですか。嘘だったらただじゃ置かないからな。なんだこいつ。そこ、ゴミ落ちてるぞ。慌てて片付けて顔を上げると、もう姿が見えなくなっていた。多分今の言葉を親に、保護者に言って、多分来年からこの先生いなくなってる。さようなら。今うるさいからね。はあ、どうしてこうも田山先生は出会うたびに小言を言ってくるのだろう。茶髪のことだって本当に何度も否定してるのになかなか信じてもらえない。目つけられてんじゃん。でも田山先生さ、先生同士からもあんま好かれてなさそう。そうね、なんか臭そうとか言われてそう。嫌な同僚じゃん、うん、いつか小さな頃の写真でも持って行ってみせるか。あ、親に近い親に、うん、子供の頃からこの色だと言えば信じてもらえるかもしれない。
でもそこまでするのもバカらしい気がする。俺はますます憂鬱な気分で教室へ戻った。帰りのホームルームの終了後、はあ、終わった終わった、今日は本当に疲れた、早く帰ろう。じゃあな、ニッシー。ここにも茶髪おるやん。うん、こいつも茶髪じゃんね。ね、また明日。お、じゃあな。さて、外に出て。あ、しまった。明日までに提出のプリントを置いてきた気がする。バッグの中を探したが、やっぱりない。仕方ない。大した距離でもないし、戻るか。戻ると？リンゴちゃんがなんかしてるとか？え、靴箱に手紙入れてるとか。爆破しちゃうんじゃない？え？爆破？フルメタルパニックみたいな。ん？教室に一人だけ残ってる。あ、あの後ろ姿はリンゴちゃん。あ、でもリンゴちゃんが本当になんかしてる。うん。しかも後ろ姿ってなんかさ、角を使って。え？嘘、本当に？角で？角で？当ててんの？え、リンゴちゃんが泣いてる？泣くほど気持ちよかったのかな？いじめ？リンゴちゃん？あ。リンゴちゃんは向こうを向くと、さっと涙を拭ってこちらを振り向いた。ハッシー、まだ帰ってなかったの？あ、うん。帰る途中で忘れ物に気づいて。涙目になっておる。本当だ。そうなんだ。私ももう帰るところ。また明日ね。バイバイ。あ、バイバイ。ここで終わんなきゃ男じゃないぞ。行ってしまった。行ってしまったじゃないよ。いつもニコニコ可愛い優しいリンゴちゃん。なんで泣いてたんだろう。泣いていたのに、いつもみたいに笑って。俺に気を使わせないためか。いや、泣いてるところなんて誰にも見られたくなかっただろうし。リンゴちゃん何してたのかな。なんで泣いてたんだろう。学校で泣くことがあったのかな、うん、家に帰ってからしばらく経っても、俺の頭の中はリンゴちゃんのことばっかりだった。あの時、俺に何ができただろう。もっと何か言えたんじゃないか。いや、今からだって何か役立てることがあるかもしれない。リンゴちゃんが困っていることがあるなら、もし自分が力になれるなら、俺は何だってやりたいと思う。でも、どうして泣いていたのかなんて、気軽に聞けることじゃない。俺はどうすればいいんだろう。俺にできることは何だろう。メールか。LINE じゃないんだ。LINE じゃないんだね。ちょっと前のゲームだもんね、これね。あ、そうなんだ。うん。メールだ。ん？なんだこりゃ。from 時間管理局。件名トライ。本文、橋口智様。はじめまして。突然失礼いたします。我々は時間管理局のものです。ちょっと話が動き出したね。なんかドラえもんに出てきそう。うん。TP かな。タイムパトロール。このメールは2100年からお送りしております。いたずらやろ、これ。お疑いになられることかと存じますが、ぜひ最後まで目を通されますようにお願いいたします。そのこういうのってさ、掲示板とか現れたりするけど、タイムスリップしてる人ってわざわざ未来から来てさ、メールとかするかって話になるもんね、いつもね。過去に何の用があるんだって話だもんね。うん。そのわざわざツイッターとかでさ、過去から来た人が書き込みするか2チャンネルとかにって言われてるもんね。そのまま姿を現せばいいじゃんって。この度橋口様が我々時間管理局の時間跳躍実験の被験者として選出されました。簡単に申しますと、橋口様から見た今日一日をもう一度朝からやり直していただきたいのです。いわゆるタイムスリップと呼ばれるものと考えていただいて結構です。方法は極めて簡単でして、かっこカラメールで構いません。カラメールって言葉があるんだね。え、知らないの？100年後にも。いや、それは知ってるよ。100年後にもあるんだね。その瞬間に今日の午前7時へ現時点での記憶を持ったままタイムスリップしていただくことができます。2100年、時間跳躍は実用段階へ進みつつありますが、まだまだ解明されていないことが多く残されております。諸事情により実験の全貌をご説明するわけにはいかないのですが、橋口様にご協力いただけましたら、そのデータを今後の研究へと役立たせていただきます。基本的に行動の制約を課すようなことはいたしません。2度目の今日を有効にお使いください。ただ行動記録をデータとして使用させていただきますので、犯罪などにはご利用いただけませんように。犯罪できないんだ。
もしもそのようなことに利用した場合には、こちらの時代の刑法へ乗っ取り、時間の狭間へ閉じ込めるなどの手段へ訴えさせていただきます。それってあれじゃないの、おかおかおかお母さん、なんだっけ、東方見聞録、そんな話あったよね。あったあった。記録のため、橋口様の2度目の今日は絶えず監視されているものとお考えください。それではこの実刑へご協力いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。ぜひご返信くださいますように。時間管理局、なんかのいたずらか。それにしても仰々しい文章だ。タイムスリップ、実験。万が一ここに書かれていることが本当だとしても、一体何のために俺なんかをタイムスリップさせるんだろう。データを研究へ役立てるってどういうことだ。何から何まで意味がわからない、バカバカしいいたずらメールだ。でももし今日やり直せるのなら、リンゴちゃんの涙の理由がわかるかもしれない。わからなくても、あんな別れ方じゃなくて、少しでも慰めることができるかもしれない。それに今日は英語で当てられて間違えたり、小テストで悲惨な点を取ったり、小さな失敗もいろいろあった。やり直せるものならやり直したい。ただのいたずらかもしれないけど、てかいたずらだろうけど、返信してみるか。いたずらでも特にデメリットは思いつかないしな。ミアドが生きてるってことが分かって、迷惑メールが増えるかもくらいか。ま、やってみよう。返信メールを送ろうとすると、タイトルがリトライとなっていた。リトライ、くだらないダジャレだなと思ってちょっと笑う。送信ボタンを押した。するとタイムスリップ、ドラえもん展開、ドラえもん展開だ。そして朝だ。え、朝。携帯で慌てて日時を確認する。午前7時ジャスト。日付は今日だ。違う、今日だ。5時かと思った。ねえ。テレビも新聞も確認してきたが、本当に今日だった。なんだこれ、すげえ。さっきのメール、本当に本当だったのか。もう一度確認しようとして気づく。メールが残っているはずがない。何しろ、あのメールが届いたのは今日の夜なのだ。とにかく時間管理局とやらは本物らしい。よし、やるぞ。こうなったら何が何でも今日を冴えない一日から素晴らしい一日へ変えるんだ。こうして俺のリトライへの挑戦が始まった。っていう感じで、これが序章って感じか。さて、何から始めよう。前回の今日では3度寝したせいで俺は遅刻している。とりあえず遅刻は回避したい。でも出かけるまでにはまだ時間の余裕があるな。あ、そうだ。数学のテストに備えて少しでも勉強しておこうかな。テストの問題も答えも正確に覚えてるわけじゃないし、教科書のここら辺の問題が出たっていうのはなんとなくわかるけど、やっぱり難しいな。あー、でももう時間だ。そろそろ行こう。これだけでもね、ちょっとは違うと思うけどね。冴えないな、でも。冴えないやつだ。無事に遅刻せずに学校へ着いた。ようとも。お、おはよう。俺が貸したゲームやった？ああ、やったやった。あれ面白いな。おかげで寝不足。でもないか。どういう意味だよ。どういう意味だろう。なんか朝からボケてんな。ま、面白かったからいいけど。昨日、というか1週目の夜は、寝る前に今日の朝に戻ったわけだから、1週目の疲れが残っていてもおかしくないはず。体育の30分走もあったし、じゃあ寝てないってことか。でも体感的には普通にちょっと夜更かししちゃったかなーくらいだ。これはどういうことだろう。時間が逆行したというより、自分の意識が過去の自分へ移ったとか、それだと疲れは残らない。しかし深く考えると訳が分からなくなってくるな。まあサイエンスフィクションなことが実際に起こっているわけだから、仕組みとかはどうでもいいか。繰り返していくと意識だけが大人になって 2% みたいな、リカちゃんみたいになっちゃう。リンゴちゃんは遠くで友達とおしゃべりしている。いつもと変わりないように見えるけど、どうだろう。悩み事を抱えているのを外に出していないだけかもしれないし、この後悲しいことが起きるのかもしれない。はあ、人が何を考えているかっていうのを知るのはなかなか難しい。あ、また来た。ナッカーなあ、電動糸どこかで見なかったか。おっと、そういえばこんなこともあったんだ。忘れてた。いや、見てないよ。
電動糸って部活で使うもの？中川って何部だっけ？ああ、部活っていうか正確には同好会なんだ。錬金術同好会。錬金術？なんか中臭いのに入ってる。錬成するのかな？ハガレンとか読んで憧れた。武装錬金。ちょっとできる気になってんのかな？いろいろ金属溶かしたりするんだろうね。錬金術？あからさまに不審そうな声を上げてしまった。電子工学がどうとかいう話じゃなかったのか？そう。あれ？一周目では電子工学じゃなかった？言ってたよね、でもね。あれ？電子。変わってる？変わってる？そう、錬金術。まあ何でもありなんだ。とにかくそれっぽいの見かけたら教えてくれ。頼むよ。ああ、わかったよ。できるなら助けになってやりたいけど。あ、しまった。1限目、英語じゃないか。当てられて間違えたとこを確認しとかないと。もう答え覚えてないもんな。ああ、人のこともいいけど自分のこともなんとかしないと。1限目、英語終了後。正しく答えられたし叱られはしなかったけど、根本的なところがいまいち理解できてない感じなんだよな。なんだかモヤモヤする。いかん、切り替え切り替え。次はプログラミングだ。無限ループが俺を待っている。リンゴちゃんは、見た目はやっぱり変わらずか。ニコニコーってしてるのか。そうそう。2ゲーム目、プログラミング終了後。ああ。ん？どうした？どうも、プログラムがうまく組めないんだよ。なんでだ？もう自分が何をわからないのかがわからないレベル。悲観してんな。そんなに詰まったのか？ああ、いじってもいじってもバグ。うすうす気づいてたけど、俺頭悪いんだろうか。人の2倍はやってんのに、かなり努力してんのにね。できるようになりたいんだね。でもプログラミングってそういうもんじゃないの？うん。一人でチェックとかできないよね、バグ潰しとか。みんなでやらないと。うん。あ、みんなでやってもだって難しい作業じゃん。本当のその言語を使うやつは。そうね。人の2倍？本当かよ。いや、本当に本当なんだけど、話しても信じてもらえないんだろうな。あ、ん？こいつもループしてるとか。え？それで2倍してるんじゃない？でも友はそんなに成績悪くないじゃん。たまたまじゃね。おう、ニッシー。お前はいい友達だな。俺は嬉しいよ。友達がいのあるやつだ。そんなニッシーに一つためになることを教えてやろう。ん？なんだ？次世界史だろ？イタリアでファシズム運動を展開した独裁者の名前はムッソリーニだ。いいか？ムッソリーニだからな。覚えておいた方がいいぞ。ムッツリーニじゃないんだね。教えてあげるんだ、優しい。大恥かいてたもんね。うん。え、ムッソリーニ？そんな名前だったっけ？確か、いや、皆まで言うな。俺にはわかる。今、ニッシーの頭に浮かんだのは間違いだから。常識的に考えてみろよ。そんな名前の人間、本当にいたらすごいだろ。後で教科書で確認することをお勧めするね。いいけど、それってそんなに重要なことか？あ、人生が変わると言ってもいいぐらいだ。大げさだな。いや、学生時代のあだ名ってそれなりに重要だと思うぞ。確かにね。いじめられちゃうから。まあここまで念押ししておけば大丈夫だろう。多分。運命は変えられるのかな、これで。3次元目、世界史終了後。友の言った通りだったな。よかったじゃん。しかも俺当てられたし、教えてもらってて助かったぜ。誰だろ？ふぅ、なんとか不名誉なあだ名を定着させることは回避できたな。でもなんで教えてくれたんだ？タイミング良すぎじゃね？いやー、勘だよ勘。ニッシーならそういう風に間違って覚えてることもあるんじゃないかなと。この間の授業の時に教科書の先の方を見て思ってたんだよ。はは、何気に失礼だけど実際そうだったから反論できねえな。おう、感謝しろよ。間違えてたらきっと一生後ろ指を刺されてたぞ。煽る俺。でもこのくらい言ってもいいだろう。あ、次体育だな。あ、そうか。体育服ロッカーだ。そして、あ、そういえばリンゴちゃん、やっぱりだ。現代文の教科書を持ってる人を探してるっぽい。うわー、すっかり忘れてた。持ってくればよかった。あらら、惜しい。そこで貸せば何かが変わるんだろうね、多分ね。うん。せっかくの2回目なのにあんまり行かせてない。次は30分走か。サボりてえ。とは思ったが、やっぱりサボらずに行くことにする。基本的に俺は真面目な生徒なのだ。30分走りっぱなしってこと？きついね。
4次元目体育終了後、昼休み。疲れたな。返事する気力もない。とにかく飯。飯食ってエネルギー補給しよう。学食の売店でゲットしてきた焼きそばパンを頬張る。それと栄養ドリンク。これは前回の反省を生かしたつもり。効果のほどはわからないけど、いくらか疲れを癒してくれることを期待。それいいな。いいだろ。午後をこれで乗り切る。次、倫理だしな。寝そう。そうだよな。お昼ご飯の後の倫理ってきついね。きっとね、眠くなりそう。でもなんか眠くなる授業に限ってそういうとこに配置されてるんだよね。倫理全然覚えてないや。フィロソフィーしか覚えてない。あ、中川くんがゴミ箱を漁っていますな。電動糸を探してんのかな。あ、ほんとだ。確かに漁っておりますね。なんか糸探してるんだろ。あ、俺も見なかったか聞かれたよ。大変そうだな。手伝うか。でもな、中川とはそんなに仲良くないし、かえって迷惑かもしれないし。リンゴちゃんは友達数人とお弁当を食べている。やっぱりわからない。いつもと変わりないように見える。でも無理して笑ってるのかな。だとしたら胸が痛いな。そっか、本当は苦しい思いをしてるのかな、現時点で。でもこのまま進んでもわからないんじゃない。待ち伏せするのかな。これじゃわかんなそうね。3週目ぐらいでわかりそうな気がするけど、などとモヤモヤ考えているうちに昼休みが終わってしまった。5次元目倫理終了後、寝なかった。栄養ドリンクは仕事をしてくれたらしい。真面目に授業に耳を傾けていると割と面白かった。昔の哲学者はいろんなことを考えているな。あと1時間。今度は数学のテストが俺を待っている。ちょっとでも勉強しよう。いや待てよ。その前にリンゴちゃんに声をかけてみよう。小テストがあるということを教える。と同時に様子を探ってみたい。口実にしてね。うん。お近づきにって感じか。リンゴちゃん。ん？何？次の数学、小テストあるらしいよ。隣のクラスのやつが言ってた。うわ、そうなんだ。やだね。教えてくれてありがとう。今からでも少し勉強しようかな。うん。なんて言えばいいだろう。りんごちゃん、元気？え？元気だよ。どうしたの？いきなり。口をずっと開けてると喉が痛くなるぞ。いや、なんとなく。では、お互いの健闘を祈る。イエッサー。ヘタレやな。自分の席へ戻る。うむ。これは失敗したな。リンゴちゃんは明らかに泣いていたと知られても、そんなことはなかったように振る舞うような子なんだぞ。元気と聞かれて元気と答えないわけがない。そもそもまだ泣くようなことは起きてないのかもしれないし。でもそれなら何て言えばよかったんだろう。難しいな。もう放課後まであまり時間がない。こうなったら放課後直接アタックしてみるか。今度は逃げられないように気をつけて。うまくいけばいいけど。その前に数学の小テストだ。果たして小テストは？6限目、数学終了後。むむむ。なんつうか、かもなく不可もなく。テストはそこまで悪くもないけど、そんなに良くもないという中途半端な結果だった。付け焼き場だからこんなもんか。リンゴちゃんをチラリ。なんかここまで来るとストーカーめいているような気もしてくる。まさか数学のテストが悪かったから泣いてたなんてことはないよな。それだったら面白いよね。それだけかよ。うん、普通に見える。やっぱり勝負は放課後か。掃除行きますかね。田山先生が来る前に目につくゴミをすべて片付ける。でも紙のことは言われるんだろうな。橋口、お前真面目に掃除してるのか。来たよ。それにその髪染めてるんじゃないだろうな。染めてません。生まれつきこうなんです。本当だろうな。嘘だったらただじゃ置かないからな。それだけ言うと先生は去っていった。ふう、嵐は去った。被害は小。よしとしよう。帰りのホームルーム終了後、一周目で置き忘れたプリントをバッグへしまう。さてと。じゃあな、ニッシー。また明日。お、じゃあな。人が少なくなるまで、廊下やら、ロッカールームやら、
ぶらつくことにする。結局ノープランでここまで来ちゃったよ。ノーパンに見えた。結局おかしくなってる。結局ノーパンでここまで来ちゃったよ。変態じゃん、そんな報告するの。どうするかな。外から教室の中を伺いつつ、リンゴちゃんが泣くようなきっかけが起きそうな気配。ってなんだ、わかるのかそんなもん。がしたらすぐに踏み込む。それでなくともリンゴちゃんが一人になったらいずれ泣いてしまうだろうから、その前にでも声をかけてみる。あとは野となれ山となれ。うん、結局ノープランかよ。そろそろ人も少なくなってきた。教室の前で待機してみる。じゃあね、リンゴちゃん、バイバイ。バイバイ。お、リンゴちゃん一人になったか。今出てきた二人の感じだと喧嘩別れとかでは絶対ないな。どこまでも普通な別れの挨拶だった。行ってみるか。リンゴちゃんの後ろ姿が見える。何をするでもなく自分の机の前に立っていた。リンゴちゃん？リンゴちゃんの後ろ姿がわずかにみじろぎした。振り向く。ハッシー、まだ帰ってなかったの？泣いてはいない。でもなんだか今にも泣いてしまいそうな。触れたら壊れてしまいそうって、こんな感じなんじゃないだろうか。うん、リンゴちゃん俺知ってるんだ。え？何のこと？うん、何のことか俺もよく知らないけど、とにかくリンゴちゃんが何か悲しんでるってこと。今にも泣きそうな、そんな気持ちでいるってこと。どうしたの？人に言えないようなことだったら無理には聞かない。でも俺、もしできるなら力になりたいんだ。開眼した。うん、ついに。よくわかったね、ありがとう。でもハッシーにはわかんないよ。俺の横をすり抜けてリンゴちゃんは教室のドアへ向かっていった。ごめん、今の忘れて。直接聞いてもダメか。言ってしまった。一周目の時よりきつい衝撃。ハッシーにはわかんないよか。なんかどういう意味なんだろうね。うん、もうどうすればいいのかさっぱりだ。俺にはわかんないって、リンゴちゃんの人生に関わることを拒否されたみたいだ。どうしたら俺にもリンゴちゃんの気持ちがわかる。もう手遅れなのか。2週目のこの1日は全く意味のないものだったんだろうか。あら、なんか女の子出てきた。なんかかわいい。この子がリンゴちゃんって感じの顔してるけどね。髪もちょっと赤いしね。おうおう、悩んでるね少年。は？うつむいて歩いてきた俺の視界にいきなり見知らぬ女の子が飛び込んできた。同じ学校？あら、ちょっとなんか未来の人かな。システム改変できたらね。そしたらまだ望みはある。え？もちろん君の力も必要。待ち合わせ屋上、今日の朝に会えるといいね。未来人っぽいね。未来人だねこれは。消えた。え？え？今のは一体ハクチューム？もう一回ループするんだ、今日の朝って言った。まあだろうね。うちの制服着てたけど尻尾生えてなかったか。確かに尻尾生えてたよね。見てなかった。とにかく帰ろう。メールも同じ一日だから何度も来るってこと？来るってことだね。この一日をループしたくなかったら返信しなきゃいいのか。 To be continue。 ティアーズラボ。あれ？もしかしてここまで？エンドって終わり？選択肢とかってなかったよね。このゲームはここまでってこと？うん、いや、ここでリトライをもう一回選べばいいのかな。あ、1周目をスキップしますかって出てるから、多分1周目は選択肢がないんだよ。でここからまた次のトライをすると選択肢が出てくるんじゃないかなと思うね。でそれで今までのことを元にして何回も何回もやりながら真相に迫る感じ、うん、そういう感じのゲームか。そっか、じゃあちょっと次が楽しみかも。ちょうどいいところなんで今回はここまでにしときましょう。そうね。じゃあ次は選択肢が出てくると思うから、いろいろ試行錯誤してやってみましょう。
そうだね、動線のこともだし、うん、リンゴちゃんに本を貸すこともだし、うん、いろいろあるね、考えることが。そうね、ムッツリーニをちゃんと指摘してあげないといけないだろうしね。このシナリオちゃんと覚えてなきゃいけないね。じゃあ次は忘れないようにやっていきましょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画はここまで。チャンネル登録や高評価してくれたら嬉しいな。 Twitter もやってるからフォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。